では県内の感染者の状況を見ていきます。まずは感染者の推移です。このように1日あたりの新規感染者確認は少ない状況となっていて、今日は6人の感染確認。今月の感染者の数は272人でした。これは先月5月の3分の1です。次に感染者を日ごとに表したもので見ていきます。このように3月末から減少が続いていたんですけれども、このように先月末からですね、減少傾向第2週にかけて一気に下がりました。でこの後徐々にこう下がり続けていまして、先週は40人でした。で今週はまだ3日間ありますが、先週の4日間と今週の4日間を比べてみますと、先週22人、今週は21人ということで、ほぼ同じ状況となっています。